増設されるチャンネルは113チャンネルと123チャンネル。これまでの4チャンネルに2チャンネルを加えて、高校野球の2回戦6球場を同時に生中継します。視聴方法は簡単。11チャンネルまたは12チャンネルのボタンを押した後、チャンネルの上下ボタンの上を押していくだけ。インフォメーションの放送が確認できれば OK です。岐阜県初となる高校野球6球場同時生中継をぜひお楽しみください。